こんにちは、せいかです。この動画はおうちレッスンパート5、パート5になります。今日も気持ちよく汗を流して楽しくレッスンしていきましょう。ではよろしくお願いします。はい、ではいつものようにウォーミングアップから始めていきます。6番ポジションからハーフアップ8カウント、1、2、3、4、頭をゆっくりと回しながら、ドミプリエ、右手を声出してストレッチポールデブラ、もう一度ハーフアップ、3、4、頭は次反対回りです、はい、ドミプリエから次左手が横へストレッチ、1番ポジションへ、マイタンジュプリエ、ドミプリエからマイタンジュデミロン、あって伸びて2番プリエへストレッチ、前を通って戻ってきます。左足前へプリエプリエ、横へデミロン、あって伸びる、2番プリエ、左手が横へ出てストレッチ、前を通って1番後ろプリエプリエ、単純デミロン、あって伸びて2番、次後ろへ沿って起きてくる、左後ろプリエ、次からデミロン、あって伸び2番、ポールデブラ、後ろ沿って起きてきたら右足後ろ下までストレッチ、ゆっくりゆっくりたっぷり音使って上がってきて、左足も同じように股関節しっかりとストレッチしておしまいです。はい、
へ2回。では下から行きましょう。プリエアロジェ2回、クラブリエ、プリエで前へ頭中へ足伸ばしてきて2番ポジションへ、プリエ2回、クラブリエ、バーの方へ倒れて反対も、はい、4番ポジションはグランプリへ行きましょう。クランプリへ1回すぐに、でポールドプラス足ロンドして、次で外からですね、アンティダンでポールドプラス、後ろ足単純にして後ろに反ります。上がってきたらプリエから前までロンアロンジェ5番、ドゥニー2回、クランプリエ1回、前へ、後ろ、バランス、ルルベダバランスにしましょう。で、おしまいです。1番ポジションはプリエで頭の中へ、2番は横へ横、4番はすぐにグランプリへ、足エファスにしてグランプリへ、もう一度、後ろ足単純、手下から後ろに沿って、プリエ、アロンジェで前まで、5番、ドゥニプリエ2回、グランプリへ、前、後ろ、ルルベでバランスです。はい、行きましょう。頭の中へ
2回早くクッペプリエ2回プリエ
しないです。はい、音やばいでしょ。前一回はやく2回くべプリエ2回はやく横も同じように前へバステ プリエからスシュバランス開いて後ろから行きましょう。後ろ302回はやくくべプリエ横へI'm not afraid to die.
ごめんなさい、音足りなかったんですけど、おとなしでバランスしてください。はい、左からプレパレーション、アンゴていきます。ちょっと音早いですが、頑張ってやってみましょう。お腹締めて足だけ動かします。プレパレーションから手はアラセゴンドのまま、アラセゴンドのままで10点、1、2、3、横へ1、2、3、後ろへピッケ、横ピッケ、前ピッケ、バランスは後ろへ5番、同じこと、後ろ横へ三、前ピッケ、横へ後ろ、バランスは5番で、もう一回です。リピート2回続きましょう。5番から前へ1、2、3、横1、2、3、後ろピッケピッケ、横ピッケピッケ、前ピッケピッケ、バランスは後ろ後ろ、2、3、横1、2、3、前からピッケ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 、前へ5、リピートします。はい、やってみましょう。音楽かわいいのでできると思いますよ。はい、前3回、横3回、後ろから OK、 後ろへバランスは5番、後ろ3回、
かむれ伸びてきて5番後ろへパンチ後ろに反ります。上がってきて足変えてアラセコンドほらほら前へ5番パッセアラベスクランシェ伸びてきて何でしたっけリンバリングいきましょう。もう一度いきましょうか。5番から前へ後ろへプリエプリエからランデジャン2回ランデガジェアチチュード伸びる後ろに持ってきてもう1回2回バットマンですが横へ開いてきてパッセアラベスクランシェ下まで上がってきますリンバリングです。すいません、今日は音が足りない日ですね。Thank you.
です。前からフォンデュ前へフォンデュ5番フォンデュ後ろフォンデュから5番へ横も同じフォンデュルルベもう一度横フォンデュパセで後ろからフォンデュアラベスクフォンデュ5番前へパセフォンデュ5番フォンデュ横へ5番もう一度フォンデュパセでおしまいです。パセバランスすぐ手離せるようにしましょう。音短いので、はい、5番からフォンデュファイエすぐにフレックス前2回5番後ろ2回5番と横3回1、2、3ピエデブロペグルベと前2回後ろ2回5番グペ1、2、3ピエからデブロペ伸びて1、2、3、4、5、6、7、8 2、2、3、4、5、6、7、8プリエ前後ろの足パス80度バランスバランスバランスで綺麗に伸びて5番ですね。はい、ちょっと入ります。
ろ。
ババンパッセ、後ろからアラセゴンと手前まで。また行きましょう。
音楽かけるのでストレッチご自由にしてください。お疲れ様でした。今日も最後までレッスン一緒にしてくれた方どうもありがとうございます。おうちレッスンの動画もう5つ目になるんですが、本当に最初は私のレッスンなんか誰か見てくれるのかなとかってすごい不安だったんですが、まあレッスンでこう私がお手本になるようなことはないので、お手本になるっていうよりはその一緒にレッスンを、私がパワーを出してレッスンを一緒にするっていうのが、こうお家でレッスンを楽しくしましょうっていうのが目的なので、まあ毎回恥をさらすのを覚悟でですね、こうやって、レッスン動画を撮っているんですけど、最近は今日も一緒にレッスンしましたとかって、いうコメントをくれる方とかもいて、本当に、勇気と元気をもらっています。ありがとうございます。自粛生活中はいつまでまだ続くかわからないんですけど、外に出られない間はこのおうちレッスンの動画続けて、まあ、不定期ですけど配信していこうと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録もしまだの方いましたら、もしよければですね、チャンネル登録と、あとは高評価ボタンの方、ポチッと押してっていただけたらいいなと思います。私のページの再生チャンネルのトレーニングっていう場所に、プランクとか背筋とかそういったトレーニング動画も、ありますので、レッスンの締めにですね、プランクとか背筋、筋トレの方も一緒に、私と一緒にしていただけたらいいかなと思います。それでは今日はこの辺で、ではまた。